まりますね。はい。あ、よろしくお願いします。はい。はい。さあ、それでは始めます。さあ、そしたら、今日はですね、まあ、空の色ということなんですけど、まあ、宇宙と書いて、空と読みましょう。要はその、普通のね、そのお昼の空ではなくって、夜のですね、あの、空の色を、まあ、見てみようということになってきます。実は、まあ、普段夜ね、目で見ると、ちょっと真っ暗なんで、なんか黒いイメージがあるかもしれませんけど、写真で、少し長めの時間で、こうね、シャッター開けてると、結構ね、いろんな色が出ているのがわかるんですね。で、まず一番最初に、このタイトルのとこで出てきた絵なんですけど、これはですね、もしかすると、ちょっとね、あの、1年ぐらい前ですけど、1回前に、あの、その星の話をした時にもちょっと使ってるたと思うんですけど、あの、まあ、さすがにちょっと覚えてないですよね、これね。見た人もね。あの、これ夏の天の川です。夏の天の川です。南の南東の空、朝、明け方なんですけど、そうするとですね、わかりますかね？例えばね、まあ、朝焼けはね、あの、当然、これ見たら、わかると思うんですけど、あ、綺麗、ありがとうございます。ね、ここね、ちょっとこの、あ、ちょっと今、逆にこれ汚いかもしれないね。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと、刺しますね。ここの赤いの分かります？ここ。どうです？分かったらちょっとうん。で、お願いします。ちょっと赤いよね。あ、分かりますか？あ、よかったよかった。うん。ちょっとこれは微妙なんだけど、ここ縦に、斜めに2つ赤いの分かるかな？ここにもあるんです、実は。ここ分かります？分かんなかったら分かんなかったでいいですよ。あの、A でいいですよ。どうですか？あ、いけます？わかる？うーんって感じ？なるほどね。そうよね。ちょっとこれ微妙ですよね。うん。これちょっと見えにくいよね。本当はね、この辺とかにもあるんですけど、まあ多分ね、後で出てくる、こう、同じように撮った写真がまたあるんですけどね。あの、それはもうちょっと夜の暗い時に撮ってて、あ、ちょっと歩きもする。うん。あのね、多分、次のやつだったら、まあ分かってもらえるんじゃないかと思いますんで、まあまた、あの、後ほど、じゃあ、ちょっとそこで見てもらうことにします。で、今日はね、その空の色ということで、まあ、二つありまして、一つは、その朝焼けとかね、夕焼けの赤い色。そして、あとは、まあ、空がですね、あの、普通昼間青いですよね。実はね、夜中に写真を撮った時も、月の明かりがあるとですね、多分、その、なんていうの、目で見た時にね、月があって、空青、まあ、ちょっと青く感じる時ももしかしたら、あるかもしれないけど、実は写真でずーっと長い時間シャッターを開けてると、空がね、青いっていうのがわかるんですよ。今日はだからその朝焼け、夕焼けの、赤と空の青、これが一つです。で、もう一つは、さっき言いました、ここの赤ですよね。ここにね、三光星雲っていう星雲があるんですよ。で、その三光星雲の赤の色、どうして出るのか。まあでもこれはね、ちょっと正直言うとね、高校生のね、物理の授業でやるんですけどね。まあ、きちっとやると難しいんですけど、まあ、ちょっと簡単にどんな感じかってイメージだけ今日お話をしたいというふうに思います。はい。それではじゃあ行きましょう。次です。さあ、次は、まず、その先ほど言いました、朝焼け、夕焼けの赤と空の青ですね。どうですか？この背景。これ明け方でですね、ちょっとこの辺ね、あ、ちょっとというか結構青いの、濃い青ですよね。うん。青綺麗でしょ？ありがとうございます。実はね、朝焼けのね、色にも、あ、写真を撮るときにですね、いつもこうこだわってることがあって、一つは朝焼けの赤を綺麗に出したい。あ、癒し系。そうでしょ？癒し系でしょ？これね。あとね、青を綺麗に出したいっていうのがあるんですよ。で、実は、私はですね、もうかなり昔から、こういう星の写真を、まあ、星でも特にね、風景と一緒に星を撮る、星景写真って言います。ちょっと星景写真、漢字書いてみますね。こんな感じなんですよ。星の風景。この景は風景の景ですよね。星景写真と言います。というのを撮っていまして、
どっちかというとね、なんていうんですか、その星のことにあまり詳しくなくても、見て綺麗だなと思ってもらえるようなこう写真を、まあ、撮ろうといつも、まあ、頑張ってやっているんですけど、その時に、まあ、さっき言いました、この青ですよね。まあ、青がやっぱり濃くて透明感があるとすごく綺麗だと思うんですよ。で、実はこのね、写真はね、フィルムを使ってるんです。フィルムなんです。デジタルカメラではないんです。まあ、今ね、少しまあ、一部こうフィルムを使ってる人もいるだろうと思うんですけど、まあ、ほとんどデジタルカメラですよね。で、この青い色はですね、その、こだわってるフィルムがあるんです。で、もう実は、発売というか製造中止になっているフィルムでして、そのフィルムを使うと、こういう綺麗な透明感のある濃い青が出てくれるんですよ。で、実はもうね、そう先ほど製造中止で売られてないので、その製造中止になる直前に、買いだめをしまして、その時30本ぐらい買いだめをしまして、で、今でもですね、うちの冷凍庫に20何本、そのフィルムが冷凍庫の中に入って保存されてるんです。まあ、それだけね、そう、レアなんですよ。もう、それ使い切ったら、なくなっちゃうよね、これね。なので、まあ、ちょっとそれ、どうかな、死ぬまでにちょうど使い切るぐらいなんかちょっとわかりませんけど、すごい貴重なフィルムなんですよね。まあ、こんな色が出てくれるから、まあ、そのフィルムがこだわってるというのがあるんです。じゃあ、どうして朝焼けがね、赤いか、この空が青くなるか、ちょっと見てみましょうか。次はですね、次、とりあえずあるね、タイトルですね。で、じゃあ、次、仕組み行きましょうか。あ、ごめんなさい、その前、仕組みの前に間違えました。問題から行きますね。これ、何かというと、朝焼けが、とか夕焼けが赤い理由なんですけど、どうしてか、わかりますかね？ちょっと1番から読んでみましょうか。どうして朝焼けとか夕焼けが赤いか。1番、太陽の周りの温度が高いから。2番、太陽ではずっとクリスマスパーティーをしているから。3番、ちょっと長いですけど、青い光は地球の周りにある水滴や塵に当たりやすく、届かないことが多いが、赤い光は、地球の周りにある水滴や塵に当たりにくく、届くことが多いから。さあ、1、2、3、どれでしょうか？はい、お答えお願いします。じゃあね、パーティーしてたら面白い。行ってみたいよね。暑いかもしれないけど。さあ、どれですか？ 1 番、2番、3番。どうでしょうね。1番、はい。3番、うん。まあ、だいたい、そうやね。2番、まあ、2番はちょっと途中で、まあ、思いついた、ね、やつなんですよ。もちろんね。面白いですよね。太陽の周りで、3番、一番難しい先生があるから、鋭いですね。そうなんですよ。正解は3番です。3番です。そうだね。1番もね、なんか太陽の周りの温度が高いからっていうのも、まあ、なんとなくそうかなっていう気もするかもしれないですけどね。そうなんですよ。その一番難しそうな説明があって。ちょっと、それでバレちゃうんじゃないかと思ったんだけど、バレてしまいましたかね。うん。ということで、正解は3番なんです。はい。3番ということで、じゃあ、どうしてね、その、朝焼けと夕焼けが赤くて、空が青いのか、これがね、一緒に説明ができるんです。じゃあ行きましょう。次です。はい。どうしてかというとね、これはね、光というのは、波なんです。まあ、本当は、高校生の物理でも習うんだけど、粒だったりする時もあるんだけど、まあ、一応波だと思ってくださいね。で、波だと思うと、波のね、長さ、波長っていうのがあるんです。波の長さです。波1個の長さ。ね。この波1個の長さが、赤い光の方が長いんですよ。で、青い光の方が短いんですね。まあ、逆に言うとね、その、波長、波1個の長さが長い光のことを赤いって言ってるんです。赤です。で、短い光のことを青と呼んでいるんです。で、そうするとね、多分これは大体雰囲気でわかると思うんだけど、どうです？波長が長い光と、短い光で、これね、地球の周りにね、水滴とか塵があるんですね。で、どっちが当たりやすいかっていうと、波長が短い方が当たりやすそうなのわかりますか？これもすごい感覚的なお話なんですけどね。もっと極端にいきますか？例えば手書きで書いてみますよ。なんとなくわかる？うん、なんとなくでいいよ。うん、その通りです。これちゃんと説明するの結構難しいと思うんですよ。波長ね、めちゃくちゃ短いのいきますよ。なんかね、波長がこう、こう、こう、
こんなか、あ、ちょっと絵が下手かな。失敗。波長が短い、こんな、こんな、こういうのと、波長が長いのとどうですか？比べてくださいよ。なんかあるよね。こっちのさ、波長が長い方が、すり抜けやすくないですか？この辺。例えばこの辺につぶつぶがあったら。ここにあったら当たるけどね。でも、これ、短いやつどっかで当たりそうでしょ？そうですよね。なんとなく雰囲気ってわかりますかね？いや、そういうことなんですよ。うん。今日はもう雰囲気だけでいいですよ。詳しいこと言うとちょっと難しくなっちゃうからね。で、その詳しいことで言うとね、本当はその、水滴に当たったり、塵に当たったりする、当たり方の具合がちょっと違ったりするんですけど、まあ今日はその、一緒で捉えてもらっていいと思います。で、そうするとね、青い光の方が当たりやすいんですよ。あ、これ、絶対当たるとかじゃないですよ。例えば、赤い光が絶対当たらないとか、青い光が絶対当たるじゃないんです。まあ、可能性が高いか低いかっていうことですよね。ですので、まあ、赤で当たることもあるんです。で、青で当たらないこともあるんです。ところが赤の方が当たりにくいんです。すり抜けやすいんです。でも、青はすり抜けにくいんですよね。そうすると、ぶつかってね、いろんな方向に青い光は行きやすいんです。そうするとね、例えば、ここの左側も地球の上に立ってる人いますよね。この人から見たら、今太陽こっちの方にあるんですよ。これあれでしょう、なんかこう、いわゆる地平線の近くに太陽がある状況ですよね。太陽今沈みかかってる。もしくは、昇ってきたところ。要は、朝とか夕方の太陽がある、その方向です。東とか西ですよね。すると、そっち側からは赤い光が来やすいんですよ。だから赤っぽく見えるんです。で、ところがね、こっちどうですか？青い方。太陽こっちあるよね。こっちに太陽あるよね。で、この人が見てる青い光、こっち向きから来てません？要は、普段太陽がある方向、太陽が真ん中で昼間で、この太陽がある方向と違う方向を見たら、塵とか水滴に当たって、こう、やってきた、広がっていろんな方向に行った青い光を見る可能性が高いんですよ。なので、太陽が出てる昼間に太陽と違う方向を見たら青く見えるんですね。ということで、これで朝焼けとか夕焼けが赤くて、空が青いっていうのがちょっと分かってもらえましたかね。いかがです？なんとなくでいいから、なんとなく分かってもらえました？どうですか？非常に、なんとなくでいいですよ。うん。本当に雰囲気で話をしてるんで、はいはい。これちゃんとした理論が実はあるんですよ。本当はね。あるんですけど、ちょっと難しい。もう高校生ですらわからないというか、大学レベルなんですね。うん。ですので、まあまあ、そういうことにね、興味があるんだったら、将来大学で、ぜひ勉強してみてください。はい。ということなんです。さあ、そしたら、行きましょうか、次ね。じゃあ、ちょっとあとは写真見ていきます。はい。朝焼けです。真っ赤ですよね。これはね、僕が、めっちゃ赤いでしょ？僕がね、今まで見た朝焼けの中で一番赤かった朝焼けなんです。今でも、鮮明に覚えています。僕は大学生の頃です。これはね、琵琶湖なんです。琵琶湖の湖畔で、本当はね、その、朝、明け方じゃなくて、まあちょっと、夜のね、まあ、午前2時とか3時ぐらいとかに、そう、燃えてみたよね。そう。写真をね、撮ってたんですよ。で、普通はこういうね、朝焼けの写真とか、まあ、そういうのをすごい撮ってる人もいるんだけど、僕の場合は星と朝焼けっていうね、感じなんで、ちょっとね、撮る適切なタイミングがちょっと違うんですよ。うん。で、普通はこの、朝焼けがパッと見で綺麗になってる状況の時はね、星をと一緒に撮ろうと思ったら明るすぎて、ちょっとね、タイミングがね、若干遅いんですよね。で、だから普段はあまりこのタイミングで写真を撮らないんだけど、あまりにも赤くて綺麗だったから、あ、これはちょっと珍しいと思って、撮ったんですね。で、まあ当時は、もうもちろん大学生だから、まさかこんな風に将来、こういうね、その授業で、使うとは思ってもいなかったんですけど、あ、普段ね、僕がやってる授業とかでもこのね、写真を使うことが実はあってですね、なんでまさかね、そんなことになるとはちょっと思ってもいなかったんだけど、とても赤いですよね。でね、次ね、もうちょっと時間経ったんでどうなるかっていうとね、こんな感じなんですよ。どうです？次、ちょっとピンク色っぽい色出てきましたよね。これはこれでまたちょっと綺麗でしょ？さっきの真っ赤かも綺麗なんだけど、ちょっとね、こういうね、ピンク色っぽい色も混じってくると、まあオレンジとかも出てきてますけど、まあよりですね、そのカラフルになって、うん、ちょっと柔らかいよね。そうだね。
そうなんですよ。ちょっとね、やっぱ見え方変わって、あ、ちなみにこの辺ほら、手前、湖でほら、あの、湖のところがちょっとほら、ね、赤くなってますよね。うん。というのが、まあ、あの、湖で撮ったというのが、まあ、よくわかると思います。さあ、そして次です。はい。で次ね、実はね、この授業を始める前もね、さっきちょっとね、まあ、この外で、ちょっと、話題じゃないですけど、これ何やろって話になってて、これ何を、この明るいやつ何撮ってるかわかります？これ。なんか飛んでる。うん。なんかね、さっきもそういう話が出てたんですけど、飛んでるんじゃないんですよ。違うんですよ。ちなみにヒント。シャッターを長い時間開けてます。だから飛んでるんじゃないんですね。パッと見たらこう、止まってるものが、こう、長い時間かけてこう、動いていってるんですよ。ここ星の軌跡わかります？同じようにこう、ぐーっと流れていってるんですよ。ちょっとわかんないかな、これ。太陽。うん。太陽っぽいけどね。実はね、この光はね、太陽の光なんですよ。でも、太陽じゃないんですよ。何のことかわかりますかね。これね、月なんです。月。お月さんです。あれでしょ？月の、知ってます？月の光っていうのは、太陽の光を反射して、それがこう地球に見えてるんですよね。そうなんですよ。それなんですよ、実を言うと。でね、太陽の光って、すごく明るいよね。うん。だから、例えば、太陽が沈むときに、こう、どういう風な、こう、軌跡というか、その線を描いて、沈んでいくか、登っていくかっていうのは、なんかね、フィルターって言ってね、ちょっと黒いのをね、前にかけないと、レンズの前にそういうのつけるんですよ。じゃないと、明るすぎて、こんな風に写真撮れないんですよね。月だったら、実は別に特に何もつけなくても、ずっと長い時間カメラでシャッター開けてると、こういう風に、月が沈んでいくのがわかります。で、一番見てほしいところはね、色変わってませんかこれ。変わってるでしょだんだん。ほら、この辺すごい赤いよね。まあ、この辺ちょっと黄色っぽいですけどね。うん。これね、沈んでいくに従って、ほら、赤くなっていってるやん。だから太陽とかもそうよね。頭の、まあ、まだ上の方にあるときは、すごく真っ赤かじゃないけど、なんか沈む直前とかでさ、ちょうどうまくなんか薄い雲とかかかってみたら、ものすごく赤かったりするよね。だから、だんだん沈むに従って、赤くなっていくんですよ。これはね、ちょっと少しだけ補足の説明しましょうか。どういうことかっていうとね、さっき地球の周りに塵とか水滴があるって言ったでしょ？これで、こんな感じなんですよ。あ、そう、うん。お月様もね、太陽も沈む直前って赤いんですよ。赤くなるんですよ。で、それね、なんでかっていうとね、太陽が地球がこうあって、塵とか水滴があるね、大気。まあ、要は地球の周りにこう空気の層があるんですよね。そこにこう、塵とか水蒸気、水滴とかがあるんですよ。ほな、するとね、どうですか？頭のてっぺん見てるときは、ほら、こんな感じ。例えば地球、太陽とか月が沈むときって、こう見ますよね。ちょっとね、何が違うかっていうとね、ほら、この塵とか水滴がある層が、ところが、ほら、距離短いでしょ？薄いんですよ。でもね、沈むときね、ほら、ここ熱いんですよ。要はね、よりたくさん塵とか水滴があるから、よりたくさん青い光がこう、なんていうの？塵とかに当たってもう来なくなっちゃうんですね。要は赤が来る率が高まるんですよ。だから沈む直前っていうのは赤っぽくなるんですね。これ、月であろうが、太陽であろうが全く同じなんです。頭のてっぺんにあるときは、要はこの距離が短くて、ね、薄いから、あまり塵とか水滴があまりないから、そんなに赤くはならないんですよね。そういうことなんです。でね、実はね、よくね、これ経験ある人いますかね？高い山のてっぺんに登った時に、これ僕もね、経験があるんだけど、朝焼けとか夕焼けがすごく綺麗な時ってあるんですよ。で、ものすごい色がね、濃いんです。でね、なんでかっていうのを、理由をちょっと考えてみたんですけど、多分ね、こういうことなんですよ。ちょっと行きましょうか。するとね、地球があるでしょ？で、その、大気が、塵や、水滴があるとこあります。山がこうあります。するとね、山のてっぺんから見ますよ。そうすると、どうですか？あ、これもっとギリ、こんな感じ？ほら。ちょっ
ちょっとこれ極端ないよね。あの地球に対してこんな高い山は多分ないんですけど、ちょっと極端に書いてみたら、ほら、この山のてっぺんからさ、こうね、ちょうど沈むところに向かってこう、線引くと、ほら、霧とか水滴がある距離長くなるよね。だから、青い光がいっぱい、こう、届かなくなって、その赤い光が来る割合が高まるんですよ。うん。だから、ものすごく色が濃くなるんじゃないかなと。まあ、これは、勝手に想像してるだけで本当かどうか知りませんよ。まあ、多分そうなんじゃないかな、っていうふうに思います。はい。ということですよね。うん。ちょっといまいちわかんない。まあまあ、そんな感じです。はい。さあ、そしたらちょっと戻りましょうか。あ、ほんでね、要するにね、今からね、見てもらいたいのはね、月の光っていうのは、太陽の光を反射した光なんですよ。ってことは、太陽で起こるような現象は、これ月でも同じように起こるんですよ。行きましょうか。じゃあ、その前にね、だからまあそれ詳しく見る前に、まず、これ月なんですよ。これ何も赤い色の、そのフィルターとか何もかけてないでしょ。こんな赤い月見たことあります？まあ、かかるでしょ。めちゃくちゃ赤いんですよ。うん、世界の終わりっぽいね。不吉ですよね。そう、僕もちょっとそう思った。どうですこれ。すごいでしょこれ。これね、うん、ちょっと怖いよね。あのね、これはね、実はですね、水星、水星って惑星の水星じゃないでしょ、太陽の周りを回ってるね。ほうき星を、写真を撮りに行ったんですよ。ほうき星をね。で、ちょうど春だったんです。で、ほうき星が、要はその、夕方見えてて、それが沈んだ後、この月が出てきて、月があって、これもね、実はその、沈みかかってたんですよね。で、さっき言ったように沈みかかって赤くなったんです。で、さらに言うとね、春ってね、なんか春霞とか聞いたことあります？なんかちょっと空が白っぽくてなんかもわーっとなった感じとかあるでしょ？で、あれね、要はね、ちょっと塵がね、多いんですよ。だから、多分、春で塵が多くて、いっぱい青い光がこう、ぶつかって、来なくなって、赤い光の割合が高まったから、こんなに赤かったんちゃうかなと思うんですよ。こんな赤いの、僕もこんな一回しか見たことないですよ。たまたま、この大学生の時にね、たまたま珍しいなと思って撮って、まさかこんな風にこれも授業で使うとは思ってもいなかった写真でして、ね、もうすごいですよね。塵。チリ何でできてるんやろうね。いろいろあるんじゃないから、どうやろね、なんか、砂ぼこりは言い過ぎかな、なんか、うん。でも、あれよね、部屋の中とかでもチリとか、なんかそういうちっちゃい繊維みたいなやつとか、なんかいろんなものからできてるんじゃないかな、うん。まあ、イメージもこれみたいな感じなんかな、うん。だと、一個思い出した。これはね、僕も経験はしてないんですけどね、昔ね、フィリピンにある火山が噴火したことがあったんですよ。で、そしたら、そのすっごい大規模な噴火で、その火山から出てくるその塵がね、地球上に撒き散らされたんですよ。そしたら、しばらく朝焼けとか夕焼けがすごく赤かったらしいんです。だから、火山から出てくるその、なんと、ちゃんと言うと噴煙っていうのかな？うん、なんかそういうのがね、多分ね、地球のその周りを覆ってる空気の中にね、多分漂ってるんですよ。多分そんなんかな？うん。なんかいろいろあると思うんだけどね。はい。一つ例としてはそんな感じのやつがあると思います。はい。さあ、ちょっと行きましょうか。どんどん行かないと、ちょっとだいぶ思ったより時間かかったね。はい。ほんで、これ実はね、1年前に僕が授業した時に、ちょっとこれ同じ写真見せてるんですけど、これ結構珍しい写真で、この辺の岩ちょっと赤っぽいのわかります？岩赤っぽいでしょ？なんかよくね、海外行って撮ったんですかって言われるんですけど、これ和歌山県なんですよ。和歌山県のですね、僕のお気に入りスポット、自分で見つけたお気に入りスポットがありまして、そこで撮った写真です。ここで撮った写真いっぱいあります。で、ほんでね、なんで赤いかっていうと、実は、これ、月がね、右から西です。左から東なんですね。で、これ明け方です。朝です。で、そうすると、西にね、月が沈みかかってんねん。その西に沈みかかってる月の明かりが、この岩に照らされて、夜やけど明るく映ってるんですよ。だから月が沈みかかって、月の夕焼けが起こってる状況なんですよ。うん。で、赤いんですよ、ほら。でしょ？で、こっちね、
東側の左側の方だけど、朝ね、朝焼けなんでしょ、これちょうど。朝焼けでしょ？西の空もなんか赤いよね。これ月の夕焼けなんですよ、実は。これめちゃくちゃ珍しいでしょ？太陽の朝焼けと月の夕焼けが同時に起こってるんですよ、これ。最初は全然ね、自分でわからなかったんですけど、そう、月も夕焼けになるんですよ、実は。で、実はね、月がね、昇るときに、ちょっと周りが赤っぽくなる、いや、言ってみたら月の朝焼けですよね。っていうのを他の人が撮った写真で一回見たことがあるんですけど、こんな風に、そう、月で夕焼けができて、かつ、太陽も朝焼けができて、ちょうど同じぐらいの感じになる写真って、他の写真で見たこともなくて、これ偶然、まあ、それ狙ったわけじゃなくてね、たまたま、そういう写真が撮れたんですよ。ちょっとかなり、相当レア写真ですよ、これ。珍しいね。うん。あ、ちょっと空青いよね。やっぱり、月明かりで、太陽より弱い光が、要はその空にあるからね。まあ一応、薄く空も青いんですよ。なかなかね、夜目で見てもあんまりすごく青いのわからないけど、長い時間シャッター開けてると、ちょっとこの青いのもわかるんですよね。ただ月明かり、さっきも言ったように太陽で起こることは月でも起こるんです。はい。じゃあまた行きますよ。あ、ちょっとこれはね、これ青いでしょ、これ。これは朝焼けとか夕焼け起こってないですけど、青いですよね。次行きまーす。まだ青いでしょ？あ、これ青いでしょ？あ、ちなみにこれはね、さっき言ったこだわってるフィルムで撮ったやつなんですよ。青いでしょ？なんかやっぱりね、色綺麗なんですよね。こうオリオン座です。あ、ほんで、後でまた出てきますけど、ここちょっと赤い線で来てわかります？ここに赤い線。これ後で話します。これも宇宙の空の色の一つなんです。はい。で、鮮やかでしょ？そうなんですよ。で、次行きますよ。ほら。あ、これもオリオン座映ってるんだけどね。あ、鮮やかでしょ、これ。で、実はですね、これがそのフィルム、これも同じそのフィルムなんですよ。このフィルムね。で、一個前戻しましょう。これもそのフィルムなんです。ちょっとなんか白っぽくなって、これ多分読み込みの時のなんか多分フィルム写真だから、プリントしてそれを、読み込みをしてるんですけど、多分その時にちょっとこう、画質が落ちちゃったのかな。で、これとちょっと青違う感じしません？これね、これデジカメなんですよ。デジカメなんです。ちなみにもちろん個人、自分で持ってるデジカメですけどね。そう、こっちちょっと暗いし、色はあんまり鮮やかじゃないよね。でもちろんね、撮り方とかね、状況によって、デジカメで撮っても鮮やかな青が出ることはあるんです。ありますけどね、やっぱりちょっと違う。違う。こだわってますよ。こだわってますよ。うん。いや、正直言いますよ。僕も結構ね、こういう写真本格的に撮ってるから、この撮ったデジカメね、安くないですよ。結構いい値段するんですよ。結構いい値段するんだけど、要はその値段の問題とかじゃないんですよ。うん。だからやっぱりね、その持ってるこう、その、それぞれのね、性質によって、色の出方って変わってくるから、そこにね、こだわりがやっぱり現れるんですよね。ということなんです。はい。ね、こっちの方が青綺麗でしょ？うん。だからこだわってるんですよ。分かってもらいました？はい。さあ、ほんでね、これね、あ、ちなみにこれ手前ちょっと明るいですけどね、これ、岩ちょっとなんか、とかこの手前に石というか、なんか転がってるの映ってますけど、ちなみにこれは月明かりじゃなくて、ちょっとね、さっきまでと違う撮り方してまして、ちょっとね、少し間抜けなのかもしれませんけど、カメラシャッター開けますよね。前の岩映したいなと思って、僕が明かりを持ってこうやって、こう、まんべんなくはなるように照らしてるの、実は。ちょっと邪道なんですけどね。そういう形で前の岩が映るように、大変ですよ、本当に。これね、和歌山にね、まあ今はちょっと高速が、道路が伸びたから行きやすくなったけど、当時5時間ぐらいかけてここね、行って、ほんで夜中一人で、暗い中でですよ、カメラ置いてですよ、横で一人こんなことしてる、明かりを、懐中電灯というか明かりをこんなことしてる人がおるんですよ。なんか無茶不審者ですよね、これ。で、警察捕まえそうですよ。うん。お前何してんねんって言われて。まあでも、ね、まあ、これとかね、いや、写真見てたら分かってもらえるから、まあ、大丈夫だとは思うんですけど、ほんまですよ。そんなことやってるんですよ。うん。ね。まあ、でもね、こういうふうに綺麗に写真が撮れたらいいなと思って、まあ、いつもやってるんですけど、どうでしょう？なんかその赤いよね、これ。これね、朝焼けでも何でもないんよ、これ。なんで赤いんか、これ、理由分からないんです。ちょっとね、たまに困難もあるっていうので、なかなかなぜこういう色になったかっていうのが僕もね、未だにちょっと分かってなくて、
そんな写真もなんかあるんですよね。まあ、それもまあ一つ、こう、そういうのをやってる時の、まあ、面白さというかね、一つなのかもしれませんよね。はい。じゃあ次の話いきまーす。あ、次これですよ。次、ほら、どう？これね、冬の天の川です。天の川なんです。で、ここにオリオン座があるんです。なんか、いっぱい赤いのないですか？ほら、この辺にも。赤いのだらけじゃない？どう？これさすがにわかります？ほら、赤いのいっぱいあるでしょ？うん。ね。これはね、三光星雲って言うんです。赤い三光星雲って言うんですね。で、こういうのが天の川の近くにはたくさんあるんです。特にこのね、冬のオリオン座近辺の、冬の星座のあたりにはこういう赤いのがたくさんあります。で、これね、なんでこういうね、赤い光が出るかっていうのは、実は高等学校の物理で、実はね、最後の方でね、説明、普段ね、高校生向けで物理を教えておりまして、で、いつもこうね、最後にそういう授業をして、でそれからこういう写真見せて、今説明した話は、で、出た光は実はこんな感じなんですよっていう形で、見せながらね、授業とかしたりしてるんですけど、さあ、じゃあなんでか、ちょっと行きましょうか。はい。三光線の中です。ほんで、理由ですけど、ちょっとこれ問題行きましょうか。なんで赤い光が出るか。1番、周りの温度が高いから、要は宇宙のね、宇宙空間の中で温度が高いとこがあって赤く見えるか。2番、ちょっと原子核とかわかります？我々の体は、原子というものからできていまして、もう全部の物質がその原子からできているんですね。そのね、原子に、真ん中に原子核っていう中心があって、電子っていうのが回ってるんですよ。うん。で、その電子の、なんか軌道みたい、回るその、こうね、円があるやんか。それいろんな種類があって、それが映るときに実は光が出る。これが2番目です。3番目。赤い色をした、まあ、ガスがあるかって言えば赤い色をした物質があって、そういうガスがいっぱい宇宙空間に漂っているから。3番目です。はい。どうですか？ 1,2,3。全然わからないよね、その2番から。どうですかね？ 2 番。うん。ちょっと、3番。はい。そうやね。さっきね、3番ちょっと補足説明したのね。実は赤い色のガスがあるからも、ちょっと2番と近いかなと思って、赤い色が、なんか、物質が持ってるじゃ、なんて言うてんか、ちょっとごめんなさい。わかんなかったです。これ。そうやね。難しくてわかんないよね、3番目ね。あ、2番目ね、これ。実は2番なんですよ、これ。うん。2番なんですよ。ちょっとね、細かく言うとね、ちょっと近いとこもあったりして、だからちょっと今さっき違うっていうことを言おうとして言ったらかえって分かんなくなっちゃいましたね。ちょっと難しいでしょ、これね。うん。はい。で、どんなんか、2番ね。はい。こんな感じなんです。難しいから今分かんなくていいよ。これね、人それぞれね、いろんな、こう、人がいて、やっぱりさ、なんか、パッと見て、よく分かる。と思って、勉強したいなって思う人と、なんかよう分からへんけど、おもろいなと思って、勉強したくなる人って、どうです？いますかね？実はね、僕はそっちの方なんですよ。僕は分からないことがあると楽しくてしょうがない。だからその分からないことを、なんでだろうとかいろいろ思いながら、思って勉強するのが楽しい人なんですよね。なので、もしかしたらそんな人もいるんじゃないかなと思って、ちょっとそういうのもちょっと入れてみたんですよ。だから、パッと見て、何のことは分からへんわと思う人は、あんまり気にせんといて、うん、なんとなく雰囲気だけ掴んでくれたらいいですよ。で、さっき言ったようにね、こう、この世の中のいろんな物質、あらゆる物質は、その原子と、水素原子って言ってますけど、まあ、要は水素の原子っていうのがあるんですね。で、その原子は真ん中に原子核っていうのがあります。周りを電子というのが、粒々が回ってるんです。で、この電子の回ってる円の軌道がね、いくつかあるんだけど、可能性がね、それがね、移動することがあるんですよ。これ、一応簡単な原理は高校生の物理で説明するんだけどね、ちゃんとしたことは、これは大学生にならないとわからないんです。量子力学って言います。量子力学。それなんですよ。
で、映るんです。するとね、あ、これ、ちなみにこの水素原子っていうか原子核の周りを回ってる、電子が回ってるイメージわかるかな？これね、太陽の周りをね、地球とかみたいな惑星が回ってるのと同じ感じやね。わかりますかね？そんな感じのがね、その、すごくちっちゃいところで実は起こってて、僕の体もそうだけど、見てくれてる皆さんの体の中にもこういうのいっぱいあるんですよ。わからないけどね、普段見えないですけど、実はそういうことなんです。はい。想像つかないよね。うん。そうなんですよ。そういうことで、でも人間ってすごいでしょ？なんか、そういうことを使って、いろんなこの世の中の現象をね、まあ、これは物理学者ですけど、考えたのはね、そういうので説明しようとしてるんですよ。うん。すごいよね。うん。だから、まあ、そういうの面白いなと思う人はね、将来ぜひそういう勉強をね、してみてほしいなと。あ、でも面白いって言ってくれてるね。嬉しいな、これ。僕はどっちかというとね、そういう、なんかわからなんやこれみたいなの見て面白いなぁと思うタイプなんで、うん、そういうこと言ってくれる人がいるととても嬉しいです。はい。で、さあ、でね、じゃあその結果出た光ですけど、これがね、さっき言ったオリオン座でね、三つ星があって、三つ星って言うんですよ。三つ星。さあ、その下にここにほらわかります？ここ赤いのあるでしょ？これ見えますよね、それがね。うん、ほら、なんかね、青白い星と赤い、こういう星雲があるんですよね。このね、赤い光が、さっき言った、水素原子のめっちゃちっちゃいつぶつぶの中で、電子が軌道が映って、ほんで、そこから光が出てる分なんです。それを我々の目で見えるんですよ。さすがにね、空の綺麗なとこに行かないと見えないんだけど、空の綺麗なとこに行ったらね、このオリオン座のね、この辺ね、ちょっとね、ぼやーんと色が、なんか、滲んでるのがわかるんですよ。さすがにちょっと色わからないんだけどね。で、まあ、そういう、その、なんていうの、宇宙空間の遥か彼方の、もうめっちゃちっちゃい、その水素原子から出てる光がこんな風に見えてるんですよ。すごいと思いません？もうすっごい遠くのさ、そう、壮大でしょ？すっごく遠くのちっちゃい水素の原子から出てる光を、我々は見ることができるんですよ。なんかロマン感じませんか？宇宙のロマンでしょ？そうなんですよ。そういうとこがね、こう宇宙のね、なんか面白いところかなってすごく思います。で、ちょっとこれさすがにね、ちっちゃいから、もうちょっと拡大しようか。ちょっとね、同じ写真をね、丸い粒が、あ、そうやね、これね、言い方ものすごいどう言おうかってね、この授業始まる前にも考えたんだけど、ちょっと難しくてね、要はね、その、なんか、電子の粒々、電子っていう粒々がね、ちょっと違うところに移るときに、エネルギーってわかるかな？エネルギーが、違うエネルギーに変わって、そのエネルギーが変わって余ったエネルギーを持った光が出るっていう原理なんですけどね。詳しいことは、また、ぜひ勉強してください。そういう仕組みがあるんですよ。はい。で、ここ拡大しましょうか。難しいよね。うん、そうやと思うよ。うん、今分かった、すごい天才やで、これ。ほんまに。すごいすごい。うん。なので、まあ、そのうち分かったらいいと思うよ。うん。はい。ほら、ちょっと拡大しましたよ。どうですか？ここですよね。これ、なんかに見えません？なんか、よくね、あ、その状況がいい。そうよ。うん。いつか分かればいいんだよ。うん。そうそう。その通り。すぐに分からなくてもいいんです。うん。いつか分かればいいんです。それが楽しいんですよ。うん。で、どうです？これ見てなんか、形、何の形っぽいかな？なんかに似てない？これ。これ、星雲の形ってね、いろいろ名前がついてるんだけど、どうやろうか。目ね。うん。それもありやな。他なんかありますか？これ。どうです？これ。よくね、他のね、星雲とかもね、そういうこう、高校3年生とか向けの授業で見せて、これ何見えるとかって聞くんやけど、みんないろんなこと言う。ん？巨人、ロボット。やっぱり、あれやな、みんなそれぞれ、想像力が、クラゲ。あ、クラゲ、ええこと言ったね。実はね、オリオン座じゃないんだけど、オリオン座の近くのところにね、クラゲ、あ、鳥、来たで。よく言われるのね、火の鳥みたいって言われる。火の鳥。鳥みたいよね。そう、よくね、鳥みたいだって言われるんですよ。鳥が飛んでるこう感じがしますよね。クラゲもね、
実はね、近くにクラゲ水温ってあるんですよ。で、あんねんけど、ごめんなさいね。これね、写真ね、なんか本とかで持ってんのあんねんけど、僕の撮った写真じゃないから、ちょっと勝手に使ったらあかんのよね。なので、ちょっと自分の持ってるやつだけで、まあ、使ってるんですけど、そんなクラゲとかもあるんですよ。あ、他言いましょうか。ちょっとちょうどね、実は今日もね、この後ね、高校3年生向けでね、授業をするんですけどね。その時に、ね、見せる写真があって、何成分ってあるかっていうとね、あとね、デメキン成分ってあるね。あ、実は後でね、デメキン成分ちょっとあるから、形はちょっとわかんないかもしれないけど、デメキンとかもね。デメキン、そう、デメキン、そうやね。金魚の目出たやつ、俺、あれやんか。目でっかいやつね。あれ、デメキン成分ってあるね。とか、あとはね、ほら、アメリカ大陸、北アメリカみたいな形で、北アメリカ成分っていうのもあるんですよ。あとね、和紙とかもいるしな。あとね、バラ成分もあるね、バラ。バラの花みたいな真っ赤なね、そういう成分とかね。そう。いろいろあるんですよ。いろんな形にね、なったりするのよね。これ面白い。いろいろ想像力働きますよね。はい。あ、出てきました。さあ。で、実は、あれちょっとごめん。さっき、あ、ある。はい。さあ、そして、そろそろちょっと時間が過ぎちゃったので、最後、これ、ちょっとね、ごめんなさい。これもね、拡大してね、ちょっとね、画質が良くないんですけどね。これ、スバルって知ってますか？プレアデス星団って言うんだけど、スバル。確かね、清少納言が枕草子で、星はスバルとか言ってるんですよ。うん、そのスバル、プレアデス星団って言うんですね。星のね、集まりでね、星雲じゃなくて星団、星の方、あ、そう、車でスバルあるよね。そう、あれね、このスバルから来てるんですよ、実は。うん。来てまして、で、本当は星の塊の星団って言うんですけど、この辺ちょっと青いの分かります？これね、三光星雲なんですよ。実は三光星雲ね、赤が多いんだけど、赤じゃないやつもあるんですよ。これ、その三光星雲ね。ちょっと違う、なんていうの、電子のこの映り方がちょっと違うんだけど、まあそれでちょっと色も変わったりすると。いうことで、まあ赤い光と言いましたけど、実は三光星雲には、違う、あ、オレンジっぽいやつとかもあんねん、実は。あ、のね、ちょっとごめん、もうこれで終わりやから、ちょっと最後にちょっと一個だけもう一個言うと、実はね、さっきね、出したこの一個前の写真やけど、これサソリ座なんだよね。夏の、南の空に見えるサソリ座って言いまして、ここにね、赤いアンタレスっていう一等星があるんですよ。アンタレスね。で、この近辺がわからないかな。ちょっとオレンジっぽく、この辺いろんな青白いのとかね、いろんな色の星雲があってね、結構ね、そういうこう、星雲とか拡大して写真撮る人がよくこの辺を撮るんですよ。ちょっと僕はそういう、どっちかというと広い、風景と一緒に撮る人なんで、その星雲の拡大とかはね、してない。そう、色だって綺麗でしょ？どうです？今まで、宇宙の空に、こんないろんな色があると思ってました？きっと思ってないでしょ？いっぱいありますよね。そう。こうやってね、写真を撮るとね、いろんな色が見えてくるんですよ。なんかあれよね、こう、空の遥か彼方にこういういろんな色をしたものがあって、まあ、とても綺麗で、まあ、しかも壮大でロマンがあるよね。ですので、まあ、こういうのね、興味持ったらね、ぜひ、将来ですね、もちろんね、こういう、なんていうの、学者さんになって研究するっていう道もあるんだけど、僕みたいにね、その星を見て楽しむとか、写真を撮って楽しむとかね、いういろんな楽しみ方がありまして、別に自分の撮った写真じゃなくても、写真集見てもいいんですよ。うん。あ、ちなみにちょっと一個だけ宣伝させたんですか？できる、まだ何の予定もないですけど、将来ね、自分の撮った写真で写真集作りたいんですよ。私、アボシと言います。星の、自由で、アボシ、まあ、星じゃないですけど、感じは違うんだけどね。将来、そういうの出そうと思ってるので、ぜひですね、まあ、そういう写真集とかで楽しむのもいいんじゃないかな、というふうに思いますんでですね。
はい、まあ、これを機会にまた宇宙に対していろんな興味を持ってもらえると嬉しいなと思います。はい、それではちょっと少しだけ長くなってしまいましたけど、じゃあ今日の授業はこれで終わりにします。お疲れ様でした。さよなら。本当に終わりました。